焼く前のジャーキーのささみさん。あ、まだもらえないねん。こっちがもうちょっとこうかな。つらそう。これぐらい見えるかな。こっちのがいつもジャーキーを作ってる近所のスーパーで買ってきたささみさんで、こっちの2本しかないのが今日は名古屋コーチンのささみさん。ささみさん、ささみさんやね、もうね、レオね。今から焼くね。いつもの匂いで、こっちが名古屋コーチン。ちょっとさっき出かけた時に名古屋コーチンの鶏肉があったので、レオが違いがわかるかな。でも名古屋コーチンのささみさんのジャーキーをすごい気に入っちゃったらどうしようっていう不安もちょっとあるけど、経験やしね、体験してみよう。で、ここに2本しかないのは、次あとなんかゆでささみとかもしたいなと思って、2本で、いつものとの違いも分からなかったらダメだし、でも焼きたてじゃないからとかも条件をちょっと一緒にしてみようかなと思って、今回は一緒に焼きます。違いが分かるかな、私は分かるのかな、分からないかもしれないけど、焼いてみます。焼こうね。待っててね、すぐ焼くね。あー、にっかりさん。来た来た、近いね。よいしょ、これぐらいかな。あ、ちょうどいい。名古屋コーチンのささみといつものささみさんで作ったジャーキーで、名古屋コーチンのはちょっと元から小さかったから、同じ時間を焼いたらちょっと茶色くなってしまって、いつものささみさんの、はい、じゃあどうしようかな、半分こにして両方味見してみようか、ね、はい、食べます。じゃあまず名古屋コーチンのささみさん、じゃあ、あ、終わった。じゃあはい、食べます。次は普通の方、いつものささみさん、おいしい。で、次もう一回名古屋コーチン。待ってね、待って待てですよ、待て待てですよ。はい、サクサク、今回ジャーキーは結構サクサク言ってるよね。はい、食べます。次も、次も、次はいつものささみジャーキー。ちょっと引こうかな、これぐらい。あ、はいはい、ごめんね。はい、食べます。次は名古屋コーチン。はい、ちょっとさ、これ取れちゃう。はい、食べます。じゃあ次は、よいしょ、茹でたささみでも好きだったいつものささみさん。じゃあこれも茹でささみと一緒で、名古屋コーチンと、いつものささみさん、どっちが好きかな。色が濃い方が、こ、待って、こっちが名古屋コーチンで、こっちが、待って待って待って、いつもので、どっちが好きかね。
待てやで待て、ちょっとまた近くなっちゃったな。ちょっと下がろうか。はい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 、なんかちょっと今事故やったよ。はい、お座りしてください。お座りですよ。じゃあ行きますよ。はい、今回も名古屋コーチンが、はい、終わり。美味しかったね。